では最初の話題です。10月20日、木更津市の下郡に千葉県内では28番目、木更津市としては初となる道の駅木更津うまくたの里がオープンしました。県央道木更津東インターチェンジを降りてすぐ国道410号線に隣接するこの施設は、房総の玄関口である東京湾アクアラインを通って最初に出会う道の駅として誕生しました。オープニングセレモニーでは、木更津市の渡辺義邦市長から、本日の開業にあたるまでご尽力いただいた方々に感謝申し上げます。この道の駅を地元だけでなく、近隣市を含めた地域の拠点にし、農業や観光、文化の発信地にしていきたいと挨拶がありました。将来を思う心の種が。道の駅、木更津、まくたの里、オープンです。どうぞ。午前10時に開店した店内には入場制限がされるほど大勢の人が訪れました。何があるか楽しみ、いろんな野菜を安いうちに買おうかなと思ったんですけども、特産物で何か煮物とかそういうのがね、もし売ってたら味をちょっと味見したいなと思ってます。店内では地元農家が育てた新鮮な野菜や果物を販売する農産物直売所をはじめ、千葉県産の特産物であるピーナッツや、全国有数の生産地である木更津市の特産物ブルーベリーを加工したジャムやケーキが販売されています。また地元で採れた海産物などおよそ2000種類に上る商品が揃っています。加えて買い物後に食事を楽しめるレストランもあり、ソフトクリームも用意されています。地元の活性化、地域の振興ということが大きな目標でございますので、行政、それから地元事業者、三位一体になってですね、盛り上げて、木更津で最初の道の駅が日本一、世界一になるように頑張っていきたいなというふうに考えています。この施設では体感型食のテーマパークと題し、今後収穫体験など地元の産業を体感できるイベントを企画しています。